皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタン等ありがとうございます。はい、本日はカレーを食べにやってきております。博多駅南にあるナマステ博多というカレー屋さんです。それでは早速入ってみましょう。店内はそんなに広くはないっちゃけど、テーブル席があって一人でも入りやすいお店でございました。なんかさ、急にカレーが食べたくなる時ってない？みんなすごいあるじゃんね。今日はめちゃくちゃカレーの気分やったけ、ここへやってきました。って言ってもこのお店初めてっちゃけど、昨日ちょうどここを通った時に見つけて、どうしても食べたくなってやってきました。インドカレーのお店っちゃけど、どれが美味しいか全然わからんくて聞いてみたら、バターチキンカレーが人気っていうことを聞いたけ、それとナンにしたっちゃけど、ところがどっこいところがどっこいって古いか、セットを見つけてしまったけんね、慌てて店員さんに言って、こちらのカレー2種類セットに変更してもらいました。辛さが選べるっちゃけど、辛さは一番辛口にして、飲み物は本日は可愛くラッシーでいきたいと思います。真っ昼間とかじゃなくてもこのセットがあるけ、セットメニューが断然お得だと思いました。さあ、注文もしたところで、これは何て言おうかわからんテレビを見ながら待ちたいと思います。そしてついにやってきたー。っていうかちょっと待って、これ見て、本当になんかでっかいとって。今回リナが注文したのはカレー2種類セット1100円です。この長い、長すぎるな。っていうかめちゃくちゃ大きい。こんなに大きいので来ると思ってなかったけ、食い地張ってご飯もついとるやつにしてしまったけ、食べれるかになって不安になるっちゃけど、でもね、熱々の出来たてのなんでめちゃくちゃ美味しそう。今日の食い地も激しめです。はい、セットメニューにはこちらのご飯と、そしてサラダがついとって、カレーは2種類選べるっちゃけど、こちらはキーマカレー、それともう一つはシーフードカレーにしてみました。チキンティッカっていうちょっと辛そうなチキンも一つついております。そして飲み物は可愛くラッシーです。すべてが整ったところで、本日はカレーデート行きましょうか。いや、久しぶりのインドカレーや、最近ずっとスリランカばっかりやったけ楽しみです。いただきます。まあ今回はね、ラッシーなんやけどラッシーを飲むって珍しいよね。いつもアルコールばっかりやけ。うん、でもラッシーもめちゃくちゃ美味しい。なんか懐かしい味さーて、このでっかいナンをちぎっていきましょうか。熱々でね、本当に美味しそう。ちぎれました。ちぎれたナンをまずはシーフードカレーにつけましていただきたいと思います。皆さんはインドカレーは好きですか？お久しぶりのインドカレー。こちらはまろやかな感じで美味しい。インドカレーって久しぶりに食べたっちゃけどさ、あんまり辛くないのかもしれんね。スリランカがめちゃくちゃ辛いっちゃけど、辛さは控えめやけん食べやすい気がします。うん、キーマカレーも美味しいです。チキンティッカもいただきます。これ見た目辛そうなんやけど、どうなんやろうか。チキンティッカもピリ辛で美味しいです。間に挟んで食べるサラダも美味しいちゃんね。カレーの味はキーマカレーの方がスパイスが効いとう感じで、シーフードカレーの方が女の人が好きそうな感じ、まろやかな感じがする。今回なんとご飯と両方ともついとうセットやけん、クイズ発動けんさ、今度はご飯で食べたいと思います。うん、ご飯も美味しい。ご飯はね、キーマカレーの方が合うなって思いました。ご飯ももちろん美味しいっちゃけど、だけどね、個人的にはやっぱりナンがいいと思う。店員さんからもナンの方が人気ですよって言われたっちゃけど、どうしても両方とも食べたくて今回頼んだっちゃけどさ、やっぱりさ、ナンがいいね。インドカレーはナンです。ということで、あっという間にごちそうさまでした。食べれんかなって思ったけど、心配することなく全部食べました。は
はい、ということで本日は博多駅南にあるナマステ博多のご紹介をしましたが、いかがだったでしょうか。博多駅からは徒歩15分くらいで行ける場所にあります。本場のシェフが作るこのでっかいナンを食べたい、そこのあなたはぜひナマステ博多にカレーを食べに行ってみてくださいね。みんなもまたインドカレーが食べたくなったらこちらに行きたいと思っております。このチャンネルではこれからも福岡のことを発信していくけん、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。そして今月からはメンバーシップもスタートしております。メンバーシップは概要欄から飛べますので、気になってくれた方は概要欄もチェックしてみてくださいね。過去の動画も全部再生リストにまとめているので、そちらもよかったら見てみてください。それではみんな、また会おう。バイバーイ。りなじょーでした。福岡大好き、博多大好き、りなじょー好きならこっち来て。